解説は山井宏、内川幸太郎が務めます。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いおし願いしまます。す。対局の準備ができているようです。第2回マスターズリーグ東杯の開始です。プレーオフ6回戦はチーチャから前原、ナンチャ森山、シャーチャ勝俣、ペーチャ澤崎の並びとなります。なお、ルールは一発裏ドラ、赤ドラありのマスターズリーグルールで行われます。トンの一曲、ドラはイーマンです。さあ、いよいよ決勝進出をかけたプレーオフも最終6回戦を迎えました。さあ、内川プロ、この最終戦見どころはどのあたりになりそうですか？そうですね、なんといっても、4位争いというですね、3位の森山、4位の澤崎、5位の前原の、3方が、うち2人ですか、が決勝に進めるということで、澤崎さんがプレーオフ5回戦で見事、大きめの2着を取ったということで、今、前原との差が45.4。これは着順に直すと、1着順1万点ですので、トップ3着であってもまだ1万5000点差。2万5000点ですかね。2万点ですか。トップラスで1万5000。トップラスですね。ですので、もうここはかなりのリードを保てています。で、森山と澤崎の差も17ポイントということで、ほとんど2人はですね、近いところに入ってますから、森山、澤崎目線でいくと、もう前原だけは完封して決勝を決めたいというところですね。前原はもうどちらか2人をなんとかキャッチして、プラスを作っどっちかてね、引き落とし逆て。転をするという戦いで、このトンの一曲がいきなりの山場。そうなんですよね、前原が青山と。さあ、こちらがその前原の手牌ですが、十分戦えそうなそう手です牌。ね、2アンコですね、早くも。続いて流したい森山の手牌がこ森ち山がら。ね、伸びたんですよね、手牌が。いいシャンテンですけど、ドラが E1 なんで、ちょっとあそこをどうするか。そしてこの勝俣がポンテン勝なんですよ俣。ね。白が、手に2枚。まだ場にも手にもありませんね。白ポンテンになりそうですが。この前原の親をどうかわしていくかが、わあ、引いた、まず一は旦天短期牌。で天牌で、闇天闇天か、何短期考えてるのかな？リーチですか？もう捨て牌はね、強いんで、なんちゃですけどけど、ね。嘘引き、まあそうです人引きね。のね、これが役割普通は大できいですすよね。ね。あるいはピンズ周りでもいいわけいいですでかすらね。ね。ここは難を切って、まずは一旦老壮短期の闇天としました森山です。ね。今ちょっと考えたのは、やっぱり前原の捨て牌が強すぎるので、リーチが来た時ですよね。その時の一瞬の安全牌。ですね。ただちょっとロスが大きすぎると。くっつき幅があまりにも広い老壮ということで手にとどめます。さあ、澤崎の手もちゃんた純ちゃん系でのイーシパャーンテピンン、ですこういいシか。ャンテになりましたね。うわ、嬉しい。数相だ、来たぞ前原、どっちだ？数万数だ。万の方か。受けジャはンどっプちをもいい取っですよて。ね。来た、これはリーこチれは来かた、な。リーチ、来ましたリーチ来ね。ました。チーピンじゃ上がれないですか。良くないですからね。ただ、ある意味では勝負をかけたわけですよね。そうここは前原押し返しありでますからね。いや、森山も腹をくくった先制リーチは、ウッパーピン、チーピン。澤崎パーとしてピはン行きがたくなない。いか。行きたくない。澤崎はもうここはじゃあ森山さん任せましたよっていう感じじゃないですか。あ、運の呼吸といったところか。前原はこれ勝俣は普通に行くかもしれないそうでですすね。ね。勝俣行きますようわ、ちょっと、なんか何嫌な感じ。短期。何短期。さあ、イーシャンテンだ。場合によってはウーピンが危ない。しごろ含みでしたよね。勝俣も勝負手だ。さあ、前原くん。うわあ、掴んー、掴んだ。でしこまっれはたまんないですた。ね。捉えた森山、これはでかいぞ。直撃ですからはい。ね。面ピン赤ドラ。裏ドラも1枚乗せての8000の上がりは、決勝進出に向けて、まずは第1弾のロケット点火といったところ。対して前原、ここからさら厳にしい険スタート。しい道となりましたね。厳しいですね。
まあ、手が入ってただけにね、疲れましたね。降りれるわけもなく、まあ、どうやっても上がってますもんね。何短期でも上がってるから、はい、うん、これはちょっと調子の良さみたいな感じられば、調子がいい、はい、るかもしれないですね、はい、ですね。まあ、これで、うん、なんていうんですか、もうプレーオフ、今、マンガンライバルから直撃したわけですから、はい、もう相当の安全圏いったんで、うん、まあ、あとは決勝に向けて、しっかりこうどう打ち切っていくかっていうのが、ここの戦いですね、うん、森山としてはね。うん、まあ、一応、澤崎はもう、一応ね、はい、うん、大丈夫とはいえ、まだちょっと、油断はしないぞ、うん、このまま、はい、これで前原が森山をかわすようなことがあると、自分が危なくなりますからね。なんで自分もちょっと加点しておきたいしときたいですよね。はい、もうダルトンドイツですよ、うん、まあ、打点は外したくはないので3品は切らないと。なるほど、ローマンの方ですか、まあ、自然に言っても、うんうん、ローマンがロスならない、うん、まあ、チャンスターも若干ありますかね、うん、さあこちらは、沢崎です。ドラは数品、さあ険しい道になった前原、うん、まあ縦目ですね、うん、こちらは勝又初統一、トンがもちもちだ、これもちもちになりましたね。これは森山も前原も厳しくなったかな、とペンさんも払っていく、うん、ピンズが横、あ、これ重なりだ、うん、縦に来ましたね、はい、ね、うん、これは観浪マン一面つかぶってしまった。その時もかなり安全に進めてますね、うん、さあこれでいいシャンテンですね。そうですね、トンがもちもちとはいえかなり淀みなく進行してるような印象。ドラとか引けばね、急にトンも必要なくなってきますからね。そうですね、両面両面のいいシャンテンになります、はい、調子のいい時ってそういう風に伸びてきますよね、うん、なんかね、トンを全く苦にせず、うん、前原のとこに行ったんで結構厳しいかなと思ったんですけどね、カズマともドラも切りましたね、うん、なるほど、もう上がりと守りのバランスということでしょうか、うんうん、トップになる必要はないですね。ないですね。シーピンキューピン、ここはシンプルにシーピンキュー、こうなるとちょっとトンがかなり欲しくなってきましたね。こうなるとね、そう、あんこ系になってくると、はい、ちょっとドラ表示杯っていうのも、そうなんですよね、3品がね、3品が残り1枚まだあります。はい、一応ありますね。でもドラもあるから、ドラくっつきそうなんだ。あ、来た、これはリーチか、なっちゃうのかな、なりそうだな、リーチになります、うん、いやー